いつも元気なんで、あの元気逆にもらえちゃう感じなんですけど、そういう形でちょっと今日回っていきますので、はい、よろしくお願いします。行きましょう、富士フイルム。はい、行きましょう。でまず最初は、はい、まずこちらは X シリーズのタッチ&トライのコーナーなんですけども、はい、まあ、なんといってもこちらの新製品ですね、はい、X106 が、はい、まあ、メインとなっております。でこうメインモニュメントがですね、今回ちょっとこう空間アーティストというか、まあ、プロップスタイリストさんの方に作っていただいて、はい、3つのいろんな世界観を富士フイルムの、まあ、色で、はい、タクトってくださいというようなコンセプトのタッチ&トライブースになっております。ブースに来たら皆さんこれを空いてるこちらの X106 を使って撮影を楽しめるわけですね。そうですね。でもちろんあの X55 とか、G2XS とかもこちらにありますので、はい、あのそちらでも撮影していただけます。じゃあそれぞれのカメラの違いをここで体験できるということで、はい、ぜひお試しください、はい。実際私の方はちょっと試しに触らせてもらおうと思います。はい、はい、じゃあこちらで早速 X106 を、試し撮りやってみたいと思います。で横ではいろいろとこうちゃちゃ入れてくれると思いますので、期待してます。はい、試してみます。はい、今回はちょっとイケメンモデルも入ってもらってますので、イケメンはいいですね。イケメンは正義、イケメンは正義です。で今、はい、初期設定リアラエースになってます。私が大好きなリアラエースで設定されてくれてます。はい、はい、あ、いいですね。もちろん第5世代なので、はい、顔検出をはじめ、はい、各種の被写体検出も入っております。ピント今横顔だったんですけど、めちゃくちゃ顔がピント合ってくれるので、そういったところでは進化は感じられますね。あと X100 シリーズは、はい、レンズ前10センチまで寄ることができるので、はい、こういった小物を撮るときにも、あの近くまでぐっと寄って、お料理なんか撮るときにも近くまで寄って撮っていただくことができます。あ、全然拙者もいけますね。そうですね。で背景のボケもすごく綺麗なので、F2 のレンズでこう拙者を楽しんでいただければと思います。これはやっぱりいいですね。このコリ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 回るこの形が。アナログ感、アナログ感が覗きながらでも回ってる感がしっかり味わえるっていう。しかも今回はボディ内テブレ補正が入ってるので、ちょっと暗いシチュエーションでも。そうですね。でスナップなんかだとやっぱりこう出してポケットから出してサッと取っても片手取りなんかもありえるので、そういったところではもうこのテブレ補正があるかどうか全然違ってきますね。はい、すごく頼りになると思います。 X106 に関しては私の方も動画上げてますので、それでもまたさらにいろいろと見ていただければいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。であとはこの後ブースいろいろありますので、その他のブースのところも紹介してもらおうと思います。ではそれ以外のブースの方の案内もお願いいたします。はい、まずはこちら、20日に発表しました、はい、メタバースのメタバース、はい、ハウスオブフォトグラフィーメタバースということで、はい、メタバース空間の中でいろいろな写真に関するサービスが、はい、まあ、写真家さんとコミュニケーションを取ったり、はい、うん、まあ、ユーザーさん同士がコミュニケーションしていただいたり、うん、まあ、中で例えば購入相談とか、はい、そういうあの修理の相談とかもできるようになっているような新しいサービスになってます。いろいろやってるんですね。いろいろやってます。特に CP プラス期間中は、はい、あの登壇していただいてる写真家さんたちがメタバース空間の中にも登場したりするので、ぜひ皆さんもログインしてみていただきたいと思います。いいですね。はい、レンズバーになってます。はい、XGFX 全てのレンズがお試しいただけます。、はい、こちらでは、はい、XGFX 全てのレンズがお試しいただけるようになってます、はい、すごい。でもちろん、購入相談もできますし、はい、ご自分のカメラ持ってきていただいて、はい、で使ってみたいレンズつけて、ああ、いいですね。こともできるようになってます。なかなか自由にレンズって試せないですからね。そうですね。こういうところでちょっと、かりんと相談しながらいろんなレンズを試していただければなと思ってます、うん、すごい。でレンズの方も今これすごい迫力あるのつけてくれましたけど、これ何ミリレンズですかね。これ150-600、150-600、あ、俺100ミリ相当です。結構試させてもらったのですごい気に入ってたレンズですね、はい。テレコンにも対応しているので、はい、すごいあの超望遠撮影が。そうです。でこのサイズ感で鳥の撮影とかいけますもんね。手持ちで十分撮っていただけるので、うん、すごく頼りになると思います。ちゃんとあの隣には GFX も置かれてますね。はい、こちらが102ですね。1億画素のタイプの新しいモデルになります。これも実はあの私関係者が購入してます。お、ありがとうございます。結構あの富士フイルムのカメラ買われてますね、いろいろと。そうですね、皆さん最近。そうです。はい、ご愛用いただいてありがとうございます。いいですね。はい、そんな形でこういうレンズを試せるコーナーもしっかり用意されてますので、ぜひ富士フイルムユーザーの方もそうでない方も大丈夫なので、来て試していただければと思います。はい、今いろいろ派手なコーナー来たんですけど、これはどんなコーナーですか。ここは GFX の高画質を撮影体験していただけるコーナーになってます。はい、こっちは GFX なんですね。はい、
1億画素タイプも、はい、あとあの 50S2 とか5000万画素タイプもありますので、はいはい、あのモニターで撮影画像を拡大して、すごい解像度を確認しながら撮影していただけます。そのためにモニターが置かれてるんですね。そうですね、はい、贅沢なシステムだ。あー、これかっこいい。はい、こちらが動画体験コーナーになっております。これは動画の体験やってるんですね、はい、いろんなの、まあ、フレーム IO だったり、はい、マルチ撮影だったりっていうのも体験できますし、うん、はい、もちろんその GFX を使った、うん、まあ中級者の方から、はい、それこそ本当にあのプロフェッショナルの方まで、はい、シネレンズなんかまでは全部展示してありますので、すごいいいですね。この組み合わせ試せるのはすごい。そこにちゃんとジンバルまで用意されてますね。はい、こちらにはシネレンズもあります。あー、でかいですね。シネマ用のこれも全部皆さんお試しいただけるので、ぜひ試してみてください。いいですね。次のコーナーなんですけれども、こちらはどういったコーナーになるんでしょうか。はい、こちらはフィルムシミュレーションの20周年を記念したコーナーになります。いろいろこれフィルムシミュレーションが載ってるんですね。はい、あの20周年で20種類になりましたので、うん、20周年にかけてんですかこれは。そうなんです。で、20種類のフィルムシミュレーション全部プリントしてあるのと、はい、あとやっぱり歴史をどの号機にどのフィルムシミュレーションが初めて搭載されたのかというのを歴史を見ていただいています。あ、すごい。そうか、それ知らなかったです。全20種類たまたま20種類かと思ったら20周年と被ってたっていうのは、たまたまです。たまたまですよね。そうですよね。では、はい、いろんなね普段愛用していただいている写真家の方もコメントを寄せていただいてますので、はい、そちらもぜひご覧いただきたいと思います。そうですね、コメントの方はぜひ現地の方で見ていただきたいと思います。はい、はい、あ、フィルムシミュレーション分かりやすいな。でもこんだけ載ってるといいですね。なかなかこれぐらいのサイズ感であの全部一通り見られるのってないですもんね。そうですね、やっぱり一遍に一度に全部見られる機会はなかなかないので、ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。あー、いいです。最後コーナーの案内なんですが、こちらはどんなコーナーになるんでしょうか。はい、こちらはあの富士フィルムの光学メーカーとしての、はい、まあ、技術を皆さんに知っていただこうというコーナーで、うん、例えばあの日本で初めて作られたコンピューター、うん、これは実は富士フィルムがレンズの計算をするために作られたのが初めてのコンピューターと言われています。そこから始まってるんですね。そうですね、フジックというあの国産のコンピューターの第1号ですね、うんうんうん、でそして例えば今ですとですね、いろんなところでフジックフィルムの光学製品作られ、はい、使われていまして、はい、まあ、もちろん放送用レンズであったり、うん、まあ、監視カメラ用とか、例えばこちらのマイクロビジョンなどはあのなんていうかね、製造工程で異物を弾くようなチェックであったり、そういったところに使われているものとか、まあ、医療用機器だったり双眼鏡だったり、あらゆる分野で、まあ、プロの方々が皆さん富士フィルムのレンズを使っていただいてますよという展示になっております。あ、分かりやすい。富士フィルムって本当にいろんなこうなんか波形というか分かれていって、いろんなビジネスで成功されてますもんね。そうですね。素晴らしいですね。でもその中にもやっぱりこの光学分野というのは一つ大きな、うん、あの柱としてあのあるものじゃないかなと思います。あ、分かりやすい。こちらは X100 の歴代1号機から6までが勢ぞろいしているコーナーになります。全部揃ってますね。はい、2011年にスタートしたあ、まあ、ファインピックス X100 から始まって、今6世代目が新製品になってますので、ぜひじっくり見比べていただきたいと思います。またこちらにはですね、今回初めてボディ内手ブレ補正が搭載されましたので、いかに薄さ重さをあまり変えずにボディ内手ブレ補正を搭載したか、カットモデルでご覧いただくことができます。これらを見るためだけにでも来る価値ありますね。あります。ぜひ会場で直に見ていただきたいと思います。お待ちしてます。 OK です。はい、ということで富士フィルムの方のブースはいろいろと案内していただけましたので、まあ、今回はこんな感じで出展されているという形になります。カメラの方では X106 が非常にいいカメラになってますので、ちょっとね動画とかでレビュー見た方は、実機の方へここへ来れば触れますので、土日の方へ、お越しいただければと思います。はい、次はキヤノンですね。キヤノンの方に行っていきたいと思います。キヤノンも特に新しいのないはずなので、ブースの方の確認になりますかね。はい、ではキヤノンブースの方に参りました。キヤノンブースでの案内をしてくださるのは、はい、浦中と申します。浦中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回今後ろではいろいろこうカメラ構えて皆さん使われてるんですけど、これはどういったようなことをやられてるんですか。はい、今日はですね、後ろの被写体に、新体操の、パフォーマンスの方と、あとトリッキングという競技の、パフォーマンスの方をお招きしてですね、キヤノン製品の、AF の、トラッキング性能と、検出能力というところをご体感いただくブースとなっております。主に置かれてるカメラはあの EOS の R3 とか R6 とかそのあたりが一通り置かれてるんですか。はい、おっしゃる通り R3 から始まって、基本的にはお客様のご要望に合わせてフルラインナップで対応させていただいております。
レンズの方もいろいろ望遠からいろいろ用意されてるわけですよね。はい、今ここで使われてて人気が高いカメラってどんな感じですか、体感的に。そうですね、今日一番人気なのは昨年発表発売された、RF の24から 105mm の F2.8 というレンズが今日一番人気ですね。やっぱりあれが目玉というか皆さん使ってみたいっていうレンズですね。あと距離感もぴったりみたいで、焦点距離としてもこの距離感が一番選ばれてますね。ちょうどここのブースの中でこの中撮ろうと思うと自分で選べますもんね、価格の方。ですね、あ、じゃあそういった形でいろいろ体験できるということで、はい、ちょっと私も時間があれば、まあ、あると思うんですけど、この後ちょっと使わせていただいて、ぜひ、はい、そのレンズまだ使ってないのでちょっと見てみたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回キャノンブースのところで試させてもらうのは、私がずっと試したかった、24から105の F2.8 のレンズになります。こちらが昨年末発表され12月に発売されたというレンズになってまして、インナーズームですね、ズームが伸びないやつ、これで被写体の方を撮影して試してみたいと思います。山田さん、ありがとうございました。気持ちいいですね。でこれ初めて触ってみたんですけど、フォーカスリングがすごく柔らかい感じで回るので、今の動きの速いシーンなんかも追って、まあ、ズームを動かすことは本当はないと思うんですが、緊急時に動かしたい場合に滑らかに動かすことができます。連射の方もしっかり追ってくれて、 AI サーボの方が非常に食いつきがいいので、被写体の動きに合わせてカメラ振るだけでしっかりとして写真が撮れます。ズームが24から105ということで、幅がすごく撮りやすい距離感でやれるので、そういったところもレンズの筒自体は長くは感じますが、利便性で考えた場合、撮影メインで考えたら、このレンズは非常に有意義なレンズになると思います。次は動画のモードでこのレンズを試してみます。ですね、で今実際試してみた上での感想なんですけれども、やはり動画を撮る時のここのフォーカスズームリングですね、ズームリングが柔らかいので、これを動かした時にブレが生じないです。でそこの部分が動画撮影にもすごくポイントが高くおすすめできるレンズだと思います。あと先ほど紹介したインナーズーム式になっているので、レンズが前後に飛び出さない仕組みなので、ジンバル撮影なんかも動画クリエイターなのでやるんですけど、その時に非常に使いやすい、まあ、重心バランス崩さずにジンバルを運用できるところがありがたいレンズになると思います。動画撮る方はよく聞かれる言葉でフォーカスブリージングっていうのがあるんですけど、ピントフォーカスが変わる時に画角がガコガコってするやつですね、あれがこちら発生しにくいレンズになっているので、そこのところも大きなポイントとして覚えておいてもらえるといいと思います。はい、では R8 に装着されたこちらも新しいレンズです。200、800mm のレンズをここで体験できますので、先ほど撮ってたブースがこちらから撮れますので、実際に撮って試してみたいと思います。すごいですね、なかなかブース離れてるのに、あちらで踊ってる方、ダンサーの方の顔までしっかりと捉えることができます、アップで。で持っていて、こちらさすがに筒は前に伸びてはくるんですけれども、手持ちで撮影ができないほど重たくはないので、そういったところも新しい R システムで上手にこの重量設計ですね、されているところが感じられるレンズとなっております。だから 800mm まで伸びますからね、すごいですよ。ありがとうございます。こちらは 3D データ化したものを右側のブースでお渡ししておりますので、はい、そちらお並びになってお待ちください。わかりました。これが 3D 化もされてるんですね、一発で。おっしゃる通りです、はい、すごい、はい、このデータをお送りいたします、はい。3D にこれでなってるということを動画で送ってくれるんですね。ありがとうございます。わ、すごい、これがレンズで撮ったね、あれですね、絵ですね。なんか今お馬ちゃんがこう歩いてたり、なんか小動物とかいるんですけど、地面から含めて立体的に見える。だからこれは距離感で見え方が変わるっていうところも今のところあるみたいですね。ただすごいですよ、すごい、なんか馬が柵から飛び出してきてるのがよくわかる、裸眼で見えるっていうのはすごいですね。でこちらイオスバーというコーナーがありまして、ここはまたすごいおしゃれなんですけれども、こういったキャノンのカメラ、まあ、シネマ用ですね、組まれているカメラがありますので、こういったものがいろいろと置かれております。
この中でいろんな機材を確認して試すことができるというブースになってますね。で中でもいろいろカメラがあるんですけれども、EOS でがっちり組まれたシネマレンズくっつけたカメラと、あとはこちら R3 ですね。 R3 の方にレンズつけて、 R レンズですね、つけているタイプで、グリップとかもしっかり動画制作者がよく好まれるやつですね、こちらもつけているカメラが置かれております。で中にはこのハンドバーですね、これを組まれているものもありますから、ガチで映像を撮られる方なんかが、こういったものを使って撮るっていうのが分かりやすいような組み方をされております。すごいですね、本格的で。でその後ろにはおしゃれなバータイプのこういうお酒の瓶などが飾ってあって、ここで映像を撮って試すことができるということになりますね。この辺りはコンシューマー向けに使えるような組み合わせですね。EOS の R7 から、こちら R6-2 ですね、私なんかがよく使うタイプはこちらなんですけれども、それをジンバルに組んだ状態で、飾られている形になります。ジンバルとか普段使われない方とか、あとはキャノンの EOS を使って撮影されないっていう方は、ここで EOS システムで使えるものっていうのがどんなものなのかっていうのを体感することができるようになっております。また戻ってレンズですね、新しいレンズまだ確認してなかったので、そうレンズの方を確認していきたいと思います。はい、ソニーブースの方でやはり一番今日気にしていたこの新しいレンズですね、24-50mm のレンズなんですけれども、こちらを試してみたくてブースの方を訪れてみました。早速試しに撮ってみたいと思いますので使わせていただきます。ISO 感度がめちゃくちゃ上がってんだ。いいですね、いいですね。間のこう鼻の間の隙間から狙って撮ってるんですけど、瞳オートフォーカスがやっぱり効いてくれるので、すごくいい形でボケ感出せる写真が撮れます。これちっちゃくていいですね、コンパクト で24から 50mm ということで、まあ、ここから撮るとちょっと被写体の方がこうちっちゃく映りがちなんですけど、それでも全体を映すレンズとしてはすごく使い勝手がいいと思います。こちらの新しいレンズ、24-50mm の F2.8 のレンズなんですけども、やっぱり一番のポイントが、これだけ F2.8 で、24-50 の標準的な、ね、ズームの域をこうカバーできるレンズで使い勝手がいいところで、このコンパクト設計になっているところが一番の魅力になりますので、ソニーの α のカメラ、みんな、ね、コンパクトに使えるカメラが多いですから、フラグシップまで含めて、その中でコンパクトレンズで、標準で明るいレンズ、最高のレンズの一つになるんじゃないですかね。はい、じゃあルミックスですね。ルミックスもレンズ1本かな、確認したいのが行っていきたいと思います。はい、パナソニックブースの方は今回私の方がちょっとやり取りしてなかったので、基本的にはちょっとショートでね、短い形で終わりになります。レンズですね、新しいレンズをだけ、紹介させていただきたいと思いますのでお願いします。はい、パナソニックブースの方ではこちらやっぱり新しいレンズですね、28-200 ということでフルサイズのレンズになってますので、そのままあのズーム域が長いレンズになってるんですが、これだけコンパクトなレンズで運用することができるようになってます。長さでしっかりと 200mm のズームになるというのはすごいですね。で行った時には 28mm ですので、十分あの一般的な、ね、あの撮影、通常画角で撮影することも可能です。重さがめちゃくちゃ軽いですね。これだけのズームがあってこの長さと重さっていうのはやっぱりいいですね。機械の方はすごい注目されていると思うんですけど、実際体験すると楽しいレンズになっていると思います。はい、で、このコンパクトなシステムになっても手ブレ補正の方はちょっとデュアル IS2、入ってますので6段分の補正効果が得られるということなので、そういったところも含めてあの欲しがる方はたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、今回はパナソニックブースからはちょっとコンパクトなんですけど、この新レンズお試ししましたっていうところだけお送りさせていただきます。はい、パナソニックのボリュームが少ない、私のせいです、すいません。はい、今回ちょっとパナソニックソニーのボリュームは少なめになっております、ごめんね。あとはタムロンですね、タムロン寄っていこうと思います。アルファホビーブさんはもう終わっちゃってると思うので、単独で行ってなんかちょっと見てこようかなっていう形にします。はい、今タムロンブースで望遠ズームレンズを試してるんですけれども、あのこの距離感であの使うかっていうレンズなんですが、まあ、あえてこの望遠ズームを使って、車ですね、撮ってみるのを試してみたいと思います。やっぱりコートの中になかなか入れない、撮った写真がこんな感じになるんですけれども、あえてここで望遠使ってもやっぱりレンズの方がね、すごい綺麗
がいいので面白い形で写真が撮れます。で今回は私 α9-3 持ってきてますので、本当は動いてる被写体いろいろ撮ってみたいんですけど、ちょっとそこはね贅沢にできないので、まあ、このレンズの重量感とかそういったものを確認できた形になるんですが、まあ、なかなかずっしりくるところはあるんですけれども、やっぱズームをかなり効かす影響で重さがある程度あった方がブレにくい写真が撮れると思いますから、このバランス感は素晴らしいと思います。今回 α9-3 に装着したタムロンのこちらの望遠ズームレンズですね、サイズ感の方はこんな形になるんですけれども、全然ね重さはもちろん感じるんですが、十分いいグリップ感があるので、このレンズでモータースポーツなんか撮れたら最高ですね。で、今回タムロンがこちらですね、 BMW&ミニレーシングということで、コラボをやってまして、この状態でちょっとこんな形でちょっと広告挟ませていただくんですけれども、なかなか魅力的な観戦チケットが10名様に当たるってキャンペーンをやってます。ここの分まで含めて、タムロンブースの方来ていただけるとよろしいかと思います。はい、軽いですよね。はい、ということでパシフィコ横浜の CP プラス、私は、22、23の2日間、来た形になりますが、2日目終了でございます。動画の方はまあこんな感じだったんですけれども、各ブースで、まあ、特に新しい製品がね一部の製品しかなかったのでっていうところはあるんですが、まあ、一通り会場の雰囲気はご案内できたんじゃないでしょうか。今年初めてメーカーの方に協力していただいてブースの案内などもしてもらったところもありますので、来年また開催されるようであれば同じような形、ソニー、パナソニックも含めてやっていけたらなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また引き続きカメラのネタ、あとゲーム関係の話をやっていきますのでよろしくお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。